撮影時、気づかなかった。映り込み。綺麗に消して、すっきりさせる。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。わざわざカメラを持ち歩かなくても、普段から持ち歩いているスマホを使えば、簡単に綺麗な写真を撮影できます。ですから、誰もが気軽に写真を撮影するようになりました。撮影した写真を見返すと、思い出が蘇って、楽しい気分になりますよね。ただ、写真を撮影した時には気づかなかった、路上のゴミや電線などが映り込んでるのを見かけると、なんだかがっかりした気分になってしまいます。そんな時には、マジックフォトイレーザーというアプリで、映り込んだ邪魔なものは消してしまいましょう。フォトレタッチといった写真編集スキルがなくても、映り込んでいるものをなくしてしまいます。これで楽しい思い出を大切に保管できるようになりますね。今回の短歌は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報を、ウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、短歌部でした。